三宝食品焼き豚ラーメン×長浜ナンバーワン、揚げ麺で粉末スープ、焼き豚、調味油、ネギがついています。麺はやや細めで気泡感があり、ちょっとスポンジーです。量は多いです。安っぽい食感ですが、揚げ物の香ばしさが漂い、昔ながらのカップ麺という親しみやすさがあります。スープはわずかにとろみがあり白濁しています。定番の三宝焼き豚ラーメンとは違って、獣臭さがほとんどありません。調味油の存在感はあるものの、基本的にすっきりした味わいです。ニンニク臭も弱いです。ハート型の焼き豚は薄く、麺の量に対し物足りないです。ネギは多いですが、紅生姜も欲しいです。関東圏では三宝の製品はなかなか入手できませんが、定番の焼き豚ラーメンの代用として食べるとちょっと戸惑います。